11月22日放送の音楽バラエティー、乃木坂スター誕生。セカンドシーズン、毎週月曜夜1時29分から1時59分、日本テレビ、では、今週の先輩、として登場した与田祐希に、司会のシュウペイ、ぺこぱ、がデレデレになり、松尾美優にドン引きされる場面が見られた。今回で2度目の登場となった与田、番組冒頭で弓木直衣から、シュウペイさん。与田さんが来た時だけめっちゃ元気になってませんか?と突っ込まれたシュウペイは、そんなことないですよ、と反論。松陰寺太勇、ぺこぱ、が、シュウペイが、与田ちゃん来てだいぶテンション上がってる VTR 映像があるらしいので、と言い、与田が前回登場した際、収録の合間にカメラを持った遠藤さくらが撮った問題のシーンを公開。そこにはシュウペイが、与田ちゃんってちっちゃいですね、と与田に話しかけ、初与田ちゃんです。僕はテレビで見てました。与田ちゃん、と、笑顔で語るシュウペイのデレデレした様子が映し出されており、遠藤が、満面の笑みです。ただいま、と解説すると、遠藤の横に座っていた柿春香も、デレデレしています、と言い、遠藤も、与田さんにデレデレしています、と念押しで付け加えた。スタッフから、顔が赤いんじゃないですか、と突っ込まれたシュウペイは、僕ですか、と照れ笑いを浮かべ、カキが、これは非常に良くない、と苦言を呈する中、与田ちゃん会いたいな、って思ってたんですよ。乃木坂46の与田ちゃんに、と与田へのラブコールを送った。これにはスタジオから、との声が上がり、松陰寺も、いやシュウペイさん、完璧な証拠映像ですよ、と指摘。シュウペイは、デレデレしてましたね、と認め、松陰寺が与田への一言を求めると、レギュラーで来てね、と再びラブコール。すると松尾が手を口に当てて、ドン引きですよ、もう、と言って本気で引いている表情を見せ、笑いを誘っていた。次回の、乃木坂スター誕生。セカンドシーズンは、11月29日、火曜日深夜1時29分より、スペシャルゲストに山本リンダ、今週の先輩に樋口ひなを迎え、困っちゃうな、駆け巡る青春、ひなげしの花、どうにも止まらない、を放送予定。